私もかはバズに所属させていただいて1年が経ちました。ということで本日はバズという事務所についてと今現在の私についていくつかお話しさせていただきたいと思います。ではまずバズに入った経緯なんですけど、それは TGC オーディションでして、まずはお母さんが TGC オーディションを LINE の広告で見つけて募集したところから始まって、 TGC オーディションは約8社のプロダクションの方が提携して開催しているオーディションだったんですけど、途中にドラフト審査というものがあって、そこで指名された人はその指名された事務所に入るっていうのが過程みたいなもので、運よく二次審査三次審査と通過してドラフト審査に行った時にバズから2位指名をもらって所属させていただいたという形ですね。その時の私は YouTube をあまり見てこなかったりとか、 SNS もすごいフォロワー数が多く買ったわけではなくて、なので、バズという名前は知っていましたし、その時入っていたクリエイターさんとかも知ってはいたんですけれども、どういう事務所なんだろうなみたいなところは詳しく分かっていなかったのと、自分が女優志望だったこともあって、バズに指名されることはきっとないんだろうなというふうに内心は思っていました。でも指名されたのがバズで、ネオさんから名前を呼ばれた時は本当にとてもとてもびっくりしました。あ、どうしたらいいんだろう、 YouTube なんてできない私にはって本当にその時はすごい思って、でも指名していただけたことはすごい嬉しくて、こう指名された人は壇上に上がるっていうシステムだったんですけど、そこに立って2位っていう文字がすごい頭の中を占領してて、すごい悔しくて、1位が良かったなってやっぱりすごい思って、特に私は負けず嫌いなので、一人一人インタビューを受けるときに、選んでいただいたことはすごく嬉しいですが2位指名だったのは悔しいので、それをバネに頑張っていきたいと思いますって言ったと思うんですね。本当にそれをバネに1年間頑張ってこれたなと思います。だからある意味あの時2位指名で良かったなっていうふうに自分の中では思っています。バズに入って良かったことは、とにかく今この動画を見てくださっているような皆さんに会えたことですね。多分私はバズじゃなかったら SNS 活動なんて全然やってなかったし、 YouTube なんて絶対始めてなかったと思うんですよ。でもこの SNS に特化した事務所に入れたからこそ、皆さんと出会うことができた、いろんなお仕事もさせていただけるようになったのは本当にバズのおかげだなと思ってます。あとカル TV ですね。カル TV に出させていただいたことは本当に私の中ですごく大きくて、それまでは所属させていただいたとはいえ、別に TikTok でバズることもなく、普通に着実とフォロワーが増えていくっていう感じだったんですけど、カル TV に出て YouTube を見てくださった方が TikTok に飛んできてくださって、 YouTube 見ました、コメントをたくさんいただいて、そのコメントを見てて楽しいな嬉しいなってすごい心から思って、もっと頑張ろうってその時にすごい思いました。でその時はメンバーとかではなく、こうたまに遊びに行くっていう形だったと思うんですけど、実は、新メンバーが加わる前に全員揃ってたことが1回だけありまして、それが第1回マーダーミステリーの時なんですけど、実はあの動画には5人しか映ってないんですけど、私は所属する前に1回撮影の見学という形でそこに足を運んでいて、でまあ今日のこの洋服もその時に着ていた洋服で、ちょっとゆかりあるものを着たいなと思ってこれにしたんですけど、今考えるとすごいことだなと思うんですけど、やっぱりいろんな人がゲストで来る中で、あの6人が揃ってたんだなって思うとすごい感慨深いなと思うんですけど、そう縁があってカル TV にメンバーとして入れていただけて、本当にその時もびっくりして言葉にならなくて、電話でマネージャーさんからそれを聞いた時に本当に泣きそうになって、今これを話してる今も泣きそうなんですけど、入って2ヶ月で YouTube で、しかも本当にね SNS で私が見てきた画面上の方だった人たちと同じチャンネルで活動していくのかと思ったら、不安もたくさんありましたし、でも頑張らないといけないなっていう思いもたくさんあって、でもありがたいことに着実にカル TV を見てくれてる皆さんが、新メンバーがこの3人でよかったとか、もかちゃんが入ってくれてよかったって言ってくれるコメントがたくさんあって、すごい嬉しくて、自分の個人の活動ももっと頑張ってカル TV に貢献できるようになりたいなってそこで思いました。今は SNS を中心に活動しているんですけれども、最近だと観光委員会だったりとか超ファッション研究所っていったこう洋服に携わるお仕事もさせていただいてます。今後は私はやっぱり女優志望なので、演技に関わるようなお仕事をしたいなと思っていて、モカルームだったりとかカル TV とかでも演技を絡めた動画だったりとかを上げていけたらなっていうふうに思っています。
この YouTube を通してはやっぱりまあ名前がモカルームっていうだけあるので、私の素の部分だったりとかをもっとたくさん皆さんに知っていただけたらなって思うので、まだまだ不慣れなところはありますが、それを温かく見守りながら、成長していくところも見守りながら、楽しんで私の素を知っていただけたらなと思います。今後ともモカルームをよろしくお願いします。今後の YouTube の目標としては6月いっぱいまでに10万人を目指しています。で、 TikTok 10万人を目標にして頑張っていた時もそうなんですけれども、結構皆さんがお友達とか TikTok、Instagram などでたくさん拡散してくださったことが10万人達成への道につながったと思うので、皆さんもまた拡散などご協力していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、バズについてと私についてお話しさせていただきましたが、これから私はバズで、もっと活躍していけるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。